こんばんは、りょうたです。今回なんですけど、今回は前回出した動画にコメントをいただいたんですけど、そのコメントの内容っていうのが僕なりに結構気になることだったので、そのコメントについて少しお話ししたいなと思うんですよ。池谷先生から学んだことや、今までの人生の中でずっと思ってきたことだったりが融合して、僕なりの今の持論みたいなものは出来上がってるんですね。で、そこと相反する意見だったので、ご本人に確認したところ、動画で使ってもいいよっていうことだったので、一応名前は消してありますけど、ご本人の許可をいただいているので、そのコメントについて僕なりの意見を話していきたいと思います。はい、で、そのいただいたコメントっていうのがこちらです。いつもありがとうございます。表現として絵も写真も鑑賞者に響くものが生き残っていくのでしょう。で、何を表現しようとされるのですか？現代の課題？自分の内なるエネルギー？今のところ見えてこない気がします。古典にしても公募展にしても試されているのはそこだと思いますよ。はい、ということで、こんな感じのコメントをいただいたんですね。で、まず最初になんですけど、この表現として絵も写真も鑑賞者に響くものが生き残っていくのでしょうっていうところなんですけど、僕の中でですよ、僕の中ではその時代に全然受け入れられなかったもの、バカにされていたものが何百年と渡って生き残っているものが多いように思います。やっぱその時代の枠にはまっているものっていうのは、それなりの評価を得て残ってるものはあると思うんですけど、僕が思う芸術の中で本当に力強さを持って現代にあるものっていうのは、やっぱその時代にバカにされてたようなものが多いんですね。ゴッホなんかもそうじゃないですか。ゴッホに関してはもともと牧師さんだったとか、そういうこともあったりするみたいなんですけど、ゴッホの「ひまわり」が有名かもしれないんですけど、ひまわり以外の絵で結構いいものってあると思うんですよ。で、結構有名な画家さんの絵、岡本太郎さんとかもそうですけど、多くの人が「あの絵いいよね」っていう絵っていうのは、岡本太郎さん自身が「あの絵はこういう思いで描いた」とか、あれはこういう意味があってこれ書いてあるんだよって、いろいろその絵について語ったものに関してはやっぱ分かりやすくなるんで、それは受け入れられやすいんですね。なので岡本太郎さんも、その有名な絵ではなく、僕がこの間買った贋作みたいな、こういう絵が好きなんですね。で、このコメントの中に何を表現しようとされるのですかっていうのがあるんですけど、岡本太郎さんのこの絵を見て何が書いてあるか、何を表現しているのか、これは岡本太郎さんの説明を聞かずに分かる人はいるのかなって思うんですよね。で、表現にはやっぱり上中下ってあると思うんですよ。これは彫刻の森美術館に行って見た彫刻なんですけど、この彫刻が将軍の孫とか、なんかそんなタイトルだったんですね。見たまんま、タイトルもそのまんまっていう感じですよね。これは表現ではなくて説明してるんだと僕は思うんです。僕は表現ではないと僕の持論では思います。で、そこに岡本太郎さんの彫刻になると、もうこれはタイトルすら見る気にもならなかったんですけど、もうこの姿形が美しいんですよね、この曲線美が。で、岡本太郎さんが何を意味を込めて作ったかとかは僕にはわからないんですけど、僕はもうこの造形が本当に素敵なんですよね。で、ここをもっと深い意味があったりとか、岡本太郎さんがこれはこういう意味を込めて作ったんだっていうと、ああ、なるほど、そうかってなるんですけど、やっぱこの岡本太郎さんの生み出す曲線っていうのが僕はとにかく好きなんですね。もうとにかく美しいんですよね。なので岡本太郎さんっていうのは、その画家でもあり彫刻家でもあり、そして発する言葉もすごいエネルギーがあるじゃないですか。なので好きなんですよね。なので、何を表現しようとされるのですか？現代の課題、内なるエネルギー、今のところ見えてこない気がします。っていうのは、見る側のその質が問われているっていうことなんですよね。作者は自分の思いを込めて作るだけなんですよ。だけど、今池谷先生から学んでるのは、自分の思いを込めて書けばいいわけじゃなくて、それは民芸品になってしまったり、工芸品だったり、学術だったり、芸術だったりっていう、この分類分けがされるんですね。子供のいたずら書きが全部芸術家といったらそんなことないんですよ。やっぱ生まれ持った何かを持ってる子っていうのは、自由に描いてもめちゃめちゃ自分のエネルギーをそこに注いだだけなのに、芸術っていう分野に入ってくることがあるんですね。なので、この僕は内なるものを発することができるっていうのは、もう自分の強みだと思ってるんですよ。で、僕は今写真じゃなくて絵の方に夢中になってるんですけど、その絵っていうのは僕の内側にあるものがブワッとそこに注ぐことができるんですね。で、これを写真にできたら僕はもっとすごいものを手にするなって思ってるので、今絵を一生懸命描いてるんですけど、その中でやっぱりせっかくやるんなら僕はトップな芸術に行きたいわけですよね。
よく画家さんとかの動画を見ても今日は何々を描きますみたいな感じでテーマを決めて描いてますよね。だけど僕の場合はキャンバスの前に向かってキャンバスをじーっと見ていると線が見えてくるんですね。でその線をこうやって描いていくと、あ、これあの時の記憶だって思うようなものが生まれてくるんですよ。これはキャンバスを見て見えてきた線を描いた状態なんですけど、これに僕がそこに何色を塗るべきだって思って塗っていくと最終的に出来上がったのがこちらなんですね。でこれは僕が完成してから見た時に、あ、これは池谷先生と竹技能を見に行った時の記憶だっていう風に思ったんですよ。なので僕は何かを描こうと思わずに絵を描くと自分の内から出てくるものがそこに現れるんですね。自分が体験した記憶とかが、それを絵が上手いと能面を能面に描いてしまうんですけど、僕は絵が下手なのでその時の記憶をうわーって注ぎ込むとオリジナルになるんですね。なのでこの絵のタイトルは竹技能とか、ちょっと分かりやすいかなと思うんですけど、まあタイトルはまだ仮ですけどね。で前回の動画で出したこの絵なんですけど、この絵は第五福竜丸のドキュメントを見て描いたっつったんですけど、これを個展に出すとしたらこの個展に飾って下にタイトル貴婦人って書くだけなんですね。なので見に来てくれた人はこの絵を見てタイトル貴婦人って書いてあるのを見て、そこからオリジナルな何かを想像すればいいと思うんですよ。僕が描いたものをズバリ言い当てられる人もいるかもしれないんですけど、それを見て何を感じるかはもう受け取る側のものなんですね。でこういう話は池谷先生と前にしたことがあるんですよ。なんか何が書いてあるのか、何を撮ったのかとか、何をこの中に詰まってるのかがわからないって言われたり、何を表現しようとしてるのって言われることがあるんですけど、それってなんか見る側の問題じゃないんですかっていうふうに池谷先生に聞いたんですよ。そこで池谷先生が教えてくれたのが、黒沢監督が一番それ嫌がってたじゃんって。えって聞いたら、まあ、映画を作ると記者会見とかあるじゃないですか。そこで映画を見た記者さんが、あそこのこういうシーンあったんですけど、あれは黒沢監督は何を表現しようとしたんですかって聞かれるって。そこは表現してるんだから見た人がどう感じるかでいいんだよ。だけど僕は自分の絵が割と個性的だと思うので、多少説明してもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。でこの第五福竜丸の絵ももっと説明しようと思えば話すことはあるんですけど、そのドキュメントを見て描いたよぐらいは説明してもいいのかなとか思ってるんですよね。もちろん謎のままにしておいてもいいと思うんですけど。そして最後に、僕は個展をやるために今頑張ってるっていう話をしたんですけど、それについて個展にしても公募展にしても試されているのはそこだと思いますよって、この今までの話ですね。なんですけど、僕が個展をやるのは皆さんが見たいものを僕が撮ってそれを見せるわけではないんですよね。僕は僕自身で作りたい作品を全力で作って、その作品を見たいっていう人に見てもらいたいんですよ。そこに僕の撮ったものの意味なんて分からなくてもなぜか見たいって思ってもらいたいんですね。で前の動画でも言ったんですけど、岡本太郎さんがあらいいわねなんていうのはレベルが低いからあらいいわねなんて言われちゃうんだっていう話をしてたって。それはもう本当に僕も思うんですよ。あ、これいいじゃんって買ったものが実用品でも何でもなく飾るもの、インテリアだとしたら、それが5年後10年後もずっとこれ買ってよかったなって、この絵買ってよかったなって思えるようなものじゃなきゃ困るんですね。そうなった時に僕が思うのは、池谷先生に見せられた写真で馬の写真があったんですよ。でその写真は写真を始めたばっかの僕が見せられたので、いや全然良さが分かんないなーって思って、あーそうなんですねって見てたんですけど、その後もずっと頭に蘇ってくるんですね。あの写真また見たいなーって。なのでパッと見で良くなくても、半年後1年後2年後10年後にあれってなんかすごい良かったなって、今でも記憶に残ってるよなっていうようなものが僕は作りたいんですよ。で僕自身はまだまだそんなレベルではないとは思っています。もちろん初心者のラッキーパンチみたいなビギナーズラックはあると思うので、いいものはあるはあるんですけど、そのいいレベルを生み出し続ける何かはまだ持ってないと思うんですよ。だけど今の自分が作るもの、作品とかも全てすごいとは思っていないけど誇りがあるんですね。振り返ってみても、あ、俺っていい写真撮るなって思えるし、絵を振り返ってみても、あ、この頃はまだこれが見えてなかったんだ、だけどそれが見えてなかったからこその良さがあったりとか、今は気づいたからこういう風には描けなくなっちゃったよなっていうこともあったりするんですね。なので僕自身はこれからもどん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 ずっとこの絵や写真が好きな限りステップアップしていけたらなって、そして過去の自分も誇りに思い、その自分をいつもいつも超えていけるのが
嬉しいなっていう気持ちでやってるんですね。なのでその準備段階からだんだん駆け上がっていって、1回目の個展、2回目の個展ってどんどんステップアップしていきたいわけですよね。いきなり最高の個展には最初はならないと思います。本当にトップの芸術家みたいな人たちはやっぱ長年の経験があって今そこにいるので。だけど僕もここで1回目の個展でできる限りの全力を注ぎたいし、できるだけレベルを上げたいと思ってやっているので、そこには僕のエネルギーを全力で注ぎたいと思っています。で、見に来てくれる人のことを何も考えてないかというと、そんなことはなくて、僕の地元には富士山があるので、僕が撮った富士山とかも見てほしいなと思って、そういう写真も飾ると思います。なので僕は仕事とか、まあいろいろ頼まれ事をやったりするときは相手の気持ちを考えてやるんですね。でそこでお金をもらったりとか、対価として何かをしてもらったりとかやるんですよ。最近も畳の部屋をフローリングにしてほしいっていうことでやらせてもらいました。そこをやらせてもらった理由っていうのが、前にやってもらった大工さんがもう仕事が雑だったから亮太にやってもらいたいっていうふうに言われたんですね。で僕が大工やってたのは17年前とかの話なので、もうそんな技術ないよって言ったけど、やってもらいたいっていうのでやったんですよ。でお金もちゃんと日当を出してもらってやったんですね。だけど出来上がりはその前の大工さんの時よりもすごい喜んでくれたし、その後にクロス屋さんも入ってもらったんですけど、そのクロス屋さんにもものすごい綺麗に貼ってあるじゃんって、畳の部屋をフローリングにすると四方全部ぴったり切ってピタッとくっつくように切って貼らなきゃならないので大変なんですよね。だけどそれでも喜んでもらえるんですよね。相手の気持ちを考えて仕事をしてるし、自分にできる全力を注いでるので。で最近もう一つ、僕がタトゥーを彫ってもらってる堀さん何人かいる中のそのうちの一人がいるんですけど、その方がこのコストコで買った倉庫にドアをつけてほしいっていうことでドアをつけたんですけど、まあ、高さが全然ないドアだったので、買ってきたドアをつけるっていうわけにはいかなかったんですね。なので僕がドア自身も作ってそこにつけさせてもらいました。そしてもちろんその彫り師の方にも喜んでもらったし、その周りの人たちも見に来てすごいって喜んでくれたわけですよ。だけどこのドアの色、僕だったらこの色には塗らないかなとは思うんですけど、派手なのはあんま好きじゃないので。だけどこうやって見るとこの後色がくすんできて馴染んできた時にはまあいい雰囲気になるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。そして今回のこのドアの作るにあたってアメリカンなラフな感じがいいって言われていたので、まあ、そこも相手の気持ちを汲んで作るわけですよね。なので仕事とかでね、評価を受けるっていうのはその相手とちゃんとヒアリングをして何を求めているかをちゃんと向き合っていれば、まあ大体喜んでもらえるのかなっていうふうに思うんですよ。だけど僕は作品を作る時にはその他者の気持ちっていうのは一切注ぎたくないんですね。自分が全力で向き合い合って作り上げたい。で今池谷先生の思想が入ってきてるのはそれを僕の中に取り込んで自分の知恵にして無意識にそれができるようになるレベルになろうとして今やってるわけですね。ということで、まあ、今回僕なりの意見を話させてもらったんですけど、そんなこと言ったってお前の絵や写真を見たいやつなんて一人もいねえよってもし言われたとしても僕は孤独を選ぶと思います。僕は僕でありたい。はい。で、まあ、僕仏教も結構好きなんですけど、人生っていうのは生まれて死ぬだけっていうことなんですよね。で生まれる方は経験してしまって、まあ、いつ、ね、命が終わるかもわからない、その残りがわからない状態で今を生きているわけですよ。その中でお金を稼ぐばっかで人の気持ちばっか気にして生きていくよりも、僕はこの作品作りに関しては僕は僕だっていうこの僕を全力で注ぎたいわけですね。そしてそれを見てくれる人が一人や二人でも、まあ多ければ多いほど嬉しいですけど、そういう風になったらなって思っています。はい。ということで今回このコメントをくれた方に、まあいろいろと僕も自分の持論を固めるのに考えたんですね。自分の考えが間違ってないかとか、自分の気持ちがブレてないかとかをいろいろ考えてこの1週間過ごしたんですよ。でその中で絵が生まれたんですね。それはこのコメントをくれた方に何か思いを伝えたくて生まれた絵だと僕は思いました。出来上がりを見て、はい、ということで見てもらいたいと思います。はい。出来上がった絵はこちらです。タイトルは聞こえないこと見えないものというタイトルにさせてもらいました。僕はこの中に思いを込めてあるんですけど、これを見てこのコメントをくれた方やこの動画を見ている方がどう感じるかは、まあ、皆さん次第ということになります。はい。ということで今回こんな感じで僕なりの考え方を話させてもらいました。まあ、よく世の中が求めているのはこうだとか、みんなが求めているのはこうだとか、すごいざっくりとした意見を言う人もいるじゃないですか。まあ、僕もそういうこと言っちゃう時はあるんですけど、その意見を聞いた時に自分はそれが本当に欲しいものなのか、正しいと思うのか、進みたい道なのかっていうのは考えるべきなのかなと思いました。
で僕も人の気持ちを考えないで生きてるわけではないんですけど、どれだけ考えても、まあ、これだけたくさんの人がいると合わない人だって出てくるわけですよね。なので自分を殺しすぎない程度に自分が大切にしたい人を大切にしていけたらなと思っています。そしてコメントをくれた方、僕なりにもいろいろ考えるきっかけになったりとか、いい絵も生まれたりしていい勉強になったかなと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いできるのを楽しみにしています。